さあ始まりました、はい、あ福田の Vlog 副音声ということですいませんはいなんですいませんいいでしょう今回はシャープ、18ですね1818です、うん、もうね今回は、はい寿司の大食いとイルミネーションを見てきたということで、うん、すごい普段だったら合わさらない2つがはい題して寿司イルミというねそんななんか名付けたほどでもないよただくっつけただけだから、寿司イルミ初め人生初の寿司イルミということで確かにあんまないんじゃない寿司イルミ、まあまあ楽しみながらも虚しみながらもね、うん、初めて聞いた虚しみながらはいやってきましたよなるほど2023最後で、はいはい、最後ですねこれがはい、はい、ということで楽しみですはい見ていきますか早速お願いしますはいどうも始まりました。あもう寿司から。Vlog 16回ですか ？16回ですか？今回は全然分かってないじゃん自分のシャープが。17か6かと思って。18です。あ8か。頑張ります。お腹は減ってます。はい。はい。今回転寿司。スシローさんですね。スシローだ。すごくないか。俺がバイトしたとすごいよね。見てくださいこのモニター。すごいよね。すごいでかくないですかこれ。でっかいこのモニター。綺麗なモニター。こんなことになってるとはっていう。うん、ほんで文字も4文字。これ時給が805円だっけ今。4文字って言った今。言語ね。アレルゲン言語ね。言語ね。うん、4種類ね。でもアレルギーないだろお前は。いやいやあるかもしれないでしょ一応見たんだ機能追加してくださってありがとうございますスシローさん本当にやりやすかったです、うん、でこれなんかダッコ寿司ゲームって言ってなんか一定量食べたらゲージが溜まってゲームができるみたいなんで、これをオンにしましたすごいビッグラポンみたいなのが搭載されてるんだ、はい、そうそうお待ちということでここから始まっていきます、うん、めっちゃ綺麗だよ画面がその鶴瓶さんもあの頃の鶴瓶さん寿司三昧そう寿司三昧じゃないよ寿司郎ねここからですね変わってくるからお店がここからはね違うお店になっちゃうからただただ食べていくということですもうただただ食べている動画です、うん、これはもう本当にまあそれがねメインだもんねいやそうですよ刮目してってくださいうん刮目って好きだねあんたあれ好きよこれでしかも8皿頼めるよ、ね、出たよもう何なのこの小気味BGM は寿司食う時の音楽かこれそうですよ大食いの時のどれにしようかなあどれを食べるか神様の言う通り、うん、もう意味ないだろそんな曖昧ならでほらもう分かんなくなったどこが終わりかサーモンから意味なかったのじゃんやる意味いやーやっぱ最初はサーモンって決まってるよしかもアテレコでやってんの意味わかんないですあれを心の中とうまそうに食うよねこれはうまそうかこの顔お腹いっぱいみたいな顔してるから無になりすぎてるかもいやもうこれうめえってやつねするけどその顔よく、うん、あちょっと待ってあの寿司を大食いするアングルじゃないかもお皿が全然見えない何皿食べてんのこれ今あそうか、うん、それも考えないといけないか重ねてくんないとお皿をなるほどこれ今どんぐらい食ってんのか分かんないから寿司ちょちょ四角で重ねんな何食べたいの大学芋が、うん、何の時間だよお茶取りに行ってしわくちゃな笑顔どうしたあこれ始まりました始まったうんふっくんどれ俺はこいつ、うん、マグロラッコだマグロラッコどれだ一番手前頑張れここ初手で、うん、あなんかここから巻き返すんだすごいよこれあすごいいい戻りうんこれ、うん、いいやんいいやこれ穴に落ちてないのにさ自分でこけてこれ最悪じゃないこんなドキドキしない展開なになになになんで残念な時エビ2皿いくのどういうシステムですか。これやっぱみんな寿司、うん、あの尻尾食べる派ですかこれ。尻尾食べないけどなんで今手振ったの今。何が違ったの今。今、まあ、あのお腹いっぱいじゃありませんよってジェスチャー。わかんないってそれをさ教えてくれよ。現地でももうちょい喋ってくれよ。これガキ寿司ね。久しぶりに食べたねこういう卵。ガキ寿司。うん。何ガキ寿司って言わないけど。
何ガキ寿司って怖い、あ、落とした。何ガキ寿司ってガキ寿司って言うよね。ガキが食べる寿司ってこと。そうなのかな、なんか意味は分かってないけどさ。怖い、何、地元どこ。地元俺愛媛。大丈夫そう、言わない方がいい、ガキ寿司なんで。何ガキ寿司って。ガキ寿司って言う、卵のことガキ寿司って呼んでる。言うよ、やめた方がいいぜ。これどれだ、フックは。俺パンダ。どれ、あ、こいつ左側2番目ね。そうそう、イクラ、こいつ絶対来るよ。イクラで釣るんだ、うん、おー、イクラめっちゃ落として。これすごいよ。どういうゲームよこれ。その4人で競ってる意味はあんのか。競うのが早いし。悲しい音楽流すなって。ドラクエで全滅した時みたいな音楽流すなよ。そうなん、悲しいから。あ、なんかもうお腹いっぱいになってきてんじゃないの、顔的に。いや、わかんないよ。おばさんの拍手すんな、おばさんの拍手。何皿食ってんだよ今。重ねてる皿を見せてくれよ。まあそれお楽しみということで。最後わかんの、うん、どんぐらい食ってんのかわかんないから。やっぱ炙りもんはね、やっぱ最後に食うべきじゃないね。そうだよ、ね、寝てたぞ今、俺寝てたぞ今、お腹いっぱいすぎて。やめろ、めっちゃきつい。そんな食い方すんな。お腹いっぱいなの分かるけど。あ、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 まあまあ食ってる。まあまあいったっしょこれ。これ何皿、お腹いっぱいだ。うん、結構いってんじゃないの。何皿だ。20。なんとも言えない数が。食ってなくもないし、すごい食ったなでもないし。そうなんだよね、俺もっといけてたのよ前は。そうだよね、メガイルミネーション。高校生のと同じ。もうちょい食ったよ、もっと食えるはずなんだけど。大井競馬場の中でやってるイルミネーション。大井競馬場、まだ明るかったのでちょっとカフェにね入って時間を潰そうかなというと。え、サイゼリア、カフェです。あとサイゼリアのことカフェだと思ってんの。カフェですよ、食べながらファミレスです。いやー、美味しいね、カフェ。怖っ、緑のカフェの、時間潰そうって思ってカフェ入るとサイゼリア入る。サイゼリア一番いいでしょ、もう安くてさ。ファミレス入ろうの感覚で入れってカフェって言うなよ。あれはあれカフェだよ、もう運動しちゃうの。でもめちゃくちゃ綺麗で感動しました。すごいね。これはもうイルミネーションメインってこと？今の時期。そうそうそう。競馬やってないんだ。いや多分なんか昼間とかやってんじゃないか。へえ。で、夜はもう見ますので皆さんも一緒に。そうそうそう。見てね。一人で。そう一人で。また音楽が。虚しいことないわもう一人で。虚しい選曲すんなって。こうやって一人の人なんかほぼいないからね。まあイルミネーションそうか。俺と一人のおじさんぐらい。一人のおじさんもいたんだ。そうそうそう。綺麗だねでもね。めっちゃ綺麗よこれ。この人一人でしょ。あ、そのおじさん。あ。何これ、何を見せられてんの。一人で行けっつうから行ってきたのこれ。これカラオケの映像じゃないの。なんでだよ、カラオケの映像どういうこと。これ。何これ、走馬灯。思い出、思い出、これひと夏の思い出。何してんのこれ。馬がいい、馬と撮ってんの。馬と撮ってんの一人。ずっと表情がずっと一緒だね。笑うこともできないでしょ。綺麗、怖っ、アングル、うん、めっちゃ綺麗でしょ。綺麗、すごいねでもね、うん、切ないってなんか、それ一人だからそれは切ないよこれ。ちょっとあれだな、なんかこの大井競馬場のイルミネーション公式が、うん、YouTube とかでこういうのやってますよみたいな映像になるんだけど、この音楽とかも、まあ、確かにな。40秒ぐらいで紹介してる動画みたいな。な、何この真っ暗なとこ。こちらロングバージョン、これなんかトンネル、ただ光ってると、こういうね、何ショーみたいなのもあるんだ。そうそう。これ現地のフックの声一言も聞けないわけ。アテレコです、今回。アテレコもしてないじゃんこれ。怖怖い、なんだ光る棒、怖、雨、気持ち悪い。
なんだ今の、怖かった。やっぱ雨こ怖い、夢出てくるってお前。こんなことしかすることないのよ。だから口の中で光る飴ってこと。いやそうそうそう、あんな怖い映像になるわけ。これで惜しかったんだよね。これ、いやもう言うなそんなことを。横から見たらそうでしょ。推し人とか言うな自分から。推し子忍者道場な。そう、あもう出たろ、うん、家出たろ。初めて登場でしょ。どういうこと、何何ちょっと何今の。あざした。あざしたじゃなくて、何最後のゆで太郎のくだりは。いやゆで太郎ってでもあんま見なくない、こっちで。いや 見ないけど、うん、やっぱ大井競馬場前にしかないんだなと思って、うん、え締めくくりそれゆで太郎。いやゆで太郎ということでどうでしたか。あ、はい、まあまあまあ寿司はそうだね。うん、もっと食うのかと思って。そう俺もあ一緒、俺ももっと食おうかと思ってたけどね。じゃあだって後半さ、だいぶなんか油っぽ、炙りみたいなのばっか食ってなかった。いやそうなんだよ、ね、考えろって。もっと食べる順番を。いやミスった、うまそうだったもん。うわうまそうだけど。そう飽きた、あと酢飯にあなるほどね。すごい、でももっと食えるだけどな。もっと食えそうだけどな。おお、一回だからこれテイク2なの。これでもどういうこと、こあの前日ぐらい、うん、あ1週間前ぐらいか、うん、1回でも取りに行くみたいな言ってた時あって。あったあったあった、うん、その時行ったの。その時は一応行ったのよ、うん、行ったけど、うん、そうなんかビビってカウンターに行っちゃったのね、うん、はいはいはい。でカウンターで取ろうと思ってたんだけど、カウンターって仕切りがなかったのよ、うん、ああこのサイドの仕切りが。そうでこう最初回してたんだけど、うん、こうやっぱねすげえ映るのよね。ああもう隣に人が映っちゃう。そうそうそう、なるほどね。その度にそう睨まれたから、うん、俺はもうダメだと思ってそこでも3000円分食いました。え？途中で諦めたわけじゃないの？うん、最初、あ、まあ途中でだから最初の2皿ぐらいまで取ってたんだけど、うん、でもう諦めて、うん、でうわーと思って、もうこうなったらまた大食いしてやろうと思って。取ってないのに？取ってないのに俺3000円分食いました。じゃあ食わなきゃいいじゃん、取らないなら。でもその時は、うん、でもまだいけそうだったの俺、お腹的に。あ、そうなんだ。全然いけそうだった。その時は何皿ぐらい食ったの？でもその時もでも3000円分で、これも3300円とかだったから17、18ぐらい。なるほど、その時はでもそれでまだ余裕がまだね、全然いけるんだよ。だから俺はね30いけます。本番弱いじゃん、だってダメじゃん全然。なんてでイルミネーションもいやすごい綺麗だったけど。いや俺もね感動こそしてたけどね、もっとなんか現地の声も聞きたかったけどな。いやでもなんかそう完全に声も当てれこもなしのなんか切ない BGM だけが完全に恥ずかしかった完全に恥ずかしかった、うん、なんかなるほどね。人もなんかちょっとめっちゃいたわけじゃなくて、うん、まあちょっとまばらというか、はいはいはい、逆に注目されるかなと思って。なるほどね、完全体です。ちょっとチキってあれがフックの完全体だ。完全体に恥ずかしかったから、ちょっと今回はちょっと勘弁してくださいということで。まあでも一人でいる身は行った。いやまあまあ行きましたよ本当に。光る雨とか気持ち悪かったな。気持ち悪かったかな。完全体の割にあれ恥ずかしくないだって。一人でさ、いやめっちゃ恥ずかしかったよ一人で。あんな顔面光らせて内側から すごい恥ずかしかったけど、これだけは取らない、取れ高ないなるこれだけは取らなきゃ。あ自分で分かってたんだ。いやそうそうそう、なるほど、ね、だからちょっと頑張って取りました、うん、なるほどね。いやどうだったでしょうか。さあというわけで今回も皆様から来た次回のリクエストをちょっと読んでいきたいと思います。いい今回2件来てます。2件か、はい、なるほど、どちらも YouTube のコメント欄から。ありがとうございます。はい、まず1つ目、はい、お正月なので、うん、福田さんのオリジナルおせちを作ってほしいです。なるほど、あー、うん、オリジナルおせちか。まあ、まあ、面白そうだけどね。まあおせちなんて作ることないもんな普通は。ないよね、うん、オリジナルおせち。まあだから好きなもんめっちゃたらふく入れたり。あ、まあそれでもいいんじゃないの。あー、なるほどね、うん、大変そうだけど面白そうだね。そうね、うん、続いて、まあまあ、福田さんに八番出口の実況やってほしいです、はい、8番で、はい、あと Vlog 関係ないけど横さんがスイカゲームの実況するのとかも見たい。なるほど、あ、まあ、それだったら手軽にできるといいんじゃないですか。確かにね、まあそのスイカゲームの方はね、うん、まさに俺今やってハマってるからさスイカゲーム。
そうね、なんかみんなでやってるよね、なんかスイカゲーム。まあね、この前のその月丸クライマックスシリーズの楽屋とかでもみんなでこう机でやってたよね。箸頑張れ箸頑張れとか言いながら箸でやったりして今僕が最高スコアがまだ3800とか。え、うん、わかんない、そのどれぐらいが高いの、まね、それ。スイカが2個できたことはない。わかんないね。わかる人にはわかる。スイカが一番大きい、そう、一番大きいスイカ。ああ、はいはい。8番出口はどうで、知ってる？知らないけど、さっきね、うん、ちょっとちらっと聞いたけど、なんか、うん、最近だからね、流行ってるなんかホラーゲームですよね。地下鉄の通路から、うん、その出れなくなっちゃう、ループしたりして出れなくなっちゃうみたいな。一番怖いわ、ループものが。あ、でも俺割とそれの実況とか見たんだ。バキドーチャンネルでやってたりして。そうなの。サボちゃんとかでやってる。そんなにね、ホラーって感じでもない。あ、そうなの。うん、何、謎解きとか。まあ割とだから謎解きに近いかも。うーわ、もう謎解きというか、そうね、朝までかかるよ、間違い探しというか。俺が間違い探しなんかやったら朝までかかる。どうなんだろうね。で、結構なんか間違い探し的な感じなの。なるほどね。そう、違和感に気づいたら引き返せっていう張り紙があって。すげえ見落とすよ俺そういうの普段からもそうだよもうそのループしない8番出口からも出れない時あるもん。全然出れない時ある。通常の、うん、地下鉄からも出れない時ある。じゃあ逆にいいかもしれないね、これ。逆にいいのかな、クリアできるまでっていう。いや、もうさあどうでしょうか、福田さん、次回どうしよう。でもこれは、うん、ここではやっぱ決め、どっちもなんか面白そう。なるほど。なんかあー、でもどっちもっていうのオリジナルおせち作ってそれを食いながら8番出口するってむずいよどっちも検討でいいんじゃない。でもどっちかを楽しみにしておいてくださいって。なるほど。どっちかになるのか、うん、両方になるのか。なるのかわかんないけど。なるほど。まあまあ取れ高です。あ、まあ、そこはまあ。まあまあそうですね。まあどっちかやります。はい。一番出口かオリジナルおせちか。これのどっちか。はい。をやるみたいです。お願いします。やりますので、ぜひ皆さんね、また楽しみにしておいてください。2024年の1月15日ということで。はい。はい。ぜひ楽しみにしていてください。バイバーイ。